みんなお待たせってことで、バーディーファイト100円ドラゴン、結構ボックス開封してるんですけど、さあ今回もボックス開封していきましょう。ということでね、まあ、さっきデュエマのね、結構懐かしいボックス開けたんですけど、今度は100ドラをね、またワンボックス買いました。では開けていきましょう。30パックドーン、多分15パックである。前編でいきましょう。1パック目、狙いはガチレア、エルキホーテ、超ガチレア、アルバード。バック目、ポイント等も来るとウヒャヒャです。ワイヤット。いやー、100円マック来るんだったらよっぽどこれ買った方がいいからね。みんなも100ドラ買って、やったー、100ドラ買った。あ、岩本来ました、ガチで。やったぜ、100ドラ買った。マックよりこっちの方がいいやってみんな言おう。そうすると子供たちがたくさん。おお、ドラグノニックカイザーノバですね、超ガチ。今となって使われなくなったって言えば使われなくなってます、まあ結構必殺出てますからね。おお、ドラゴエナジー前回大活躍だったな。はい、まあというか反撃系は相当大活躍ですよ。あら、前回というかタスク君戦ですね。ドラゴン部です、ルーデル。もうバーディーファイト大好き少年が、まあ、少年じゃないけど、ブロンズシールドドラゴン買いまくりですよ。100ドラももう何ボックス開けてるかわからないぐらい開けてますから、100ドラは。はい、ジャンヌダルク、でもみんな大好きですからね、100ドラ。ジャックネイフガラモン、ジャックナイフとうとう SD 化しましたね、アニメで。あれの方が似合ってるね、ジャックは。はい、リヒテナウアー。はい、レッドバロン、これは結構使えますね、今でも現役で。ハルトマンとセットで、竜騎士作るとめちゃくちゃ強い。はい、ハンマーメイスドラゴン、ラスオブドラゴン、ドラゴンクラッシュ、ハンマーメイスドラゴン、あーデスシックルか、まあまあ強いんですけどね、超武装じ武装気流ですね。はい、2回攻撃ゲージ2、サイズ32で9000-7000か。ハルバードがこれ当たるんだったらよかった。つかもうすでに超勝ち2枚来てるんでやばいっすね。はい、まあ3棟、まあ、せめてエルキホーテぐらいはちょっと来てほしいです。ラストパック、これで前編は終わりです。ハンマーメイスドラゴン、そして荒野役進撃の歌。はい、騎兵学校、いいカードが来ましたね、これは結構強いです。はい、では後編の方をお楽しみください。